はい、優勝者のセッティングは打たなきゃわからないということで、アースモンダミンカップで優勝した小祝さくら選手、はい、おめでとうございます、はい、ということで彼女が使っている訂正ホワイト、これ長いっすね、ずっとこれで今年からモーダス、はい、とある情報筋に、ついさっき電話して聞きましたあれは105系のさ軽くしたやつなんだよねって言ってましためんどくさそうに言ってましたって言ってました、はい、相橋さんっていう方があれ105のさ軽くしたやつなんだよね、もうさまあ苦労したよねって言ってました、結構前からなんだけどさって言ってました。はい、ということでこの組み合わせ打っていきたいと思います。はい、お願いします。右手がブロックする、体が待ってないとフェイスクローズ当たらないとブローしないよ。こっち側だったらちょっと高いところから全然違う、はい、これ挟んない胴体の部分のバランスがも強くなると普通じゃありえない小当たりということでいきます。うちのね、ゴルフフェアで YouTube 喋ってくれてるしね、はい、知らんいきます。薄い、よし、はい、軽いから薄い。つく当てたい。うん、ショー飛んでないんです、はい、飛ばしたいんですよ。ちょっと厚く当てますちょっと巻いちゃったけど今度は飛んでると思う。ああ、そうでもない。ヘッドスピードが上がりません。うん、スピン量が多いな。見ていきます。はい。ちょっと低い。当たり損なっちゃったけど悪い球ではないですね。はい。まあ先端剛性があって先が暴れないでゆっくりしなり戻ってくるのでボールのコントロールがしやすいっていうのがこの天性ホワイトの特徴ですね。はい。シャフトのしなり戻りがバーンってくる感じではなくてゆっくりこうやってしなり戻ってくれるのでボールの出玉のコントロールがしやすいんですよ。で高い球低い球っていうのがプレイヤーの意思が反映されやすいというのがこのシャフトの特徴かなというふうに思います。はい、でこのモーダス105系、はい、もう本当にこれはイメージがぴったりはまるなというシャフトです。でもともと彼女 DG の9号とかを使っていたのでイメージが近いのかなという印象です。はい、本当に5年間ぐらいずっとアタックをし続けようやくはまってくれたというふうに言ってましたが、うん、はい、変えて2勝ですもんね今季。はい、素晴らしい。端数くんねえかな賞金のって言ってました。はい、イメージが近いので、はい、こうやってドライバーを打った後も僕なんかが打ってもタイミングは合いやすい。ドローを打ってフェードを打ったりっていうのが非常にコントロールしやすいシャフトかなっていう印象でございます。はいはい、でユーティリティが 1K ハイブリッド、はい、なので、まあ、すごくドライバーのシャフトのイメージのまま、はい、使えるハイブリッドのシャフトですし、ウェッジは、この105そのまま入っているということで、まあ、プロトタイプっていうのがこれの軽量体のシャフトになるので、これが重くなってそのまま入っていると、ウェッジはというイメージでございます。なんで本当になんだろう、めちゃくちゃこだわってきっちりと仕上がってるスペックだなという風な印象ですね。正直僕はここ触ることが一切なさそうなぐらい、はい、セッティング上手だなっていう風に思います。彼女はもうずっとアイアンは前から5番から入ってるっていう選手ですね。でまたアイアンが上手、はい、まあ、なので上からきっちりとクラブを入れていけるので、まあ、5番も打てるしシャフトも手元調子系のシャフトになるんだろうなという印象です。はい、言うことないし、まあ、だからこそずっと彼女の場合は賞金ランキングも上に居続ける、長い間、はい、他の選手ってやっぱり上がったり下がったりが大きいじゃないですか、賞金ランキング。毎年ずっとこう上に居続ける、しかも長い間っていうのはやっぱり小祝選手の素晴らしいところかなという印象です。クラブセッティングも上手だし、いやー本当言うことないですね。はい、でやっぱり性格上彼女も表に全部こう表現をしていくっていうよりは、まあ、内に秘めてマイペースでずっとこう自分のことをこう集中して、目の前のことに集中し続けるという性格もあるので、周りを気にしないっていうことはやっぱりセッティングもそこまでこういろんなものにホイ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 手を出して変えていくタイプではないので、はい、だからこそ日本シャフトの担当の相橋さんもずっと長いこと辛抱強くこうアタックし続けたっていうのがそこかなと。だからすぐにクラブは変えない、なので変えないからこそ長くこう活躍し続けられるっていうところもあると思うので、まあ、今回モンダミンでね、日礼の悔しさをバネに雪辱を果たしたということが言えるんじゃないかなというふうに思います。はい、優勝賞金半端じゃないです。はい、なので相橋さんがね、賞金の端数くんねえかなって言ってたんで、もらった暁には相橋さんにちょっとごちそうになろうかなと、お寿司でもということで、端数もらった時は相橋さん連絡をお待ちしておりますので。はい、川瀬と一緒に行きますということで、はい、小祝選手優勝おめでとうございました。素晴らしいセッティングでございます。皆様も取り入れられるところは取り入れてみてください。ありがとうございました。